マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よく最近年のせいか筋肉が減って代謝が落ちてきた気がしますというお悩みを受けます。なんとかしたいって思いませんか？そこでこの動画では食事で筋肉量をアップして代謝を上げて痩せる方法がわかるんです。もしあなたが最近筋肉が減ってきて代謝が落ちて太ってきたなとお困りであればぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはこちら、筋肉量アップ痩せる朝食についてお伝えしていきます。では筋肉量をアップさせる痩せる朝食のそのポイントなんですけれども、1つ目、腸内環境が整うメニューだから、2つ目、タンパク質量が決め手だから、この流れでお伝えしていきますね。まず1つ目の腸内環境を整えること、これがもうダイエットの大前提になるからなんですね。いくらいろいろなお食事痩せるからといっていろんなものを食べたとしても、もともとその食べたものを消化吸収してくれる腸がですね、疲れていたり汚れていたり動かない、こんな状態を作ったままでしたらどんなこと頑張ってもね、まず結果が出ないですよね。ですからそのために必要な腸内環境を整える材料を使っていくっていうことがとっても大切なんです。例えば発酵食品であったりとか、孫は優しいの頭文字から始まるああいった食材をですね、ちゃんとバランスよく摂れているかなということをチェックしてみてください。そうすることで痩せ菌と呼ばれる善玉菌がね、どんどん種類が増えて元気になって、しかもいつまでもあなたの腸で住み着いてくれる、こんな環境を作ることが大前提になってきます。そしてここから2つ目です。タンパク質の量が大事なんですね。やはり夜ご飯から朝ごはんにかけて空腹時間が一番一日のうちで長いですよね。そんな時にですね、どんどんエネルギーが不足しておりますから、筋肉をねこう分解しようとする時間帯がちょうど朝なんですよね。その時に例えばお茶漬けだけとかね、お米だけ、おにぎりだけ、パンだけ、そういった糖質の塊、炭水化物だけで朝ごはんをパパパッとね済ませてしまうと、もうどんどん筋肉がですね減っていってしまうんですよね。そこでポイントは、朝ごはんのそのタイミングにしっかりと良質のタンパク質をいかに取ってあげるか、食べてあげるかですよね。そうすることで筋肉の分解を抑えていくことができる、プラス朝しっかりとタンパク質を摂ることで1日のですね、その後に過ごす食欲が抑えることができるっていう、このねポイントです。ここを抑えると、やはり食べて筋肉量を上げて、しかも痩せることができるっていう、そのいいサイクルを1日のスタートからあなたは作ることができる、結果健康的に食べながら痩せることができますよっていうことなんです。ではそうは言っても、じゃあ一体どれぐらいのタンパク質取ったらいいのって思いませんか？これ難しいですよね。ただしこれ簡単な方法がありますから、ぜひ最後まで聞いてくださいね。まずポイントは、1食あたり、朝ごはんですね、朝昼晩1食あたり 20g を目安に取りましょうがポイントですよ。そしてその割合は、2つ目、動物性のタンパク質が1に対して植物性のタンパク質も1、1対1で同じぐらいなので、例えば 10g、 10g ずつの合わせた 20g が取れたらベストということになります。ではここから具体的に1日タンパク質を1食あたりですね 20g 取るためにはどうしたらいいのかという、その簡単な方法をお伝えしていきたいと思います。わざわざ特に朝の忙しい時間にですね、タンパク質を 20g 測りますかってことなんですよね。そんなことねできないですよね。まず続かないと思います。私もそうです。いちいち測らなくても大丈夫なこちら表があるんですよ。これちょっとね頭の片隅に置いていただきますと、あ、今日はこれとこれを組み合わせたら、だいたい 20g、手のひら、あのサイズのねお肉とかお魚を測るのと同じように取れるなっていう、そのポイントがね分かるんですよね。ちょっと見ていきましょうね。まず動物性のタンパク質、例えばお肉であれば 100g あたり
16から20グラムのタンパク質が取れます。でお魚もほぼ一緒、100グラムあたり16から20グラムのタンパク質が取れます。で牛乳に関しては、コップ1杯200ミリリットルあたり6から7グラムのタンパク質、そして卵は1個約7グラム、ここはね卵の大きさによるので約なんですけれども、7グラムは取れます。でこういった動物性タンパク質が1としたら、次にプラス植物性のタンパク質をセットで摂ると1対1が叶うということですよね。例えば豆腐の3分の1丁で6から7グラム、豆乳が、こちら無調整豆乳にしましょうね、200ミリリットルが6から7グラム、あと納豆1パック、私も毎朝納豆を食べるんですけれども、納豆1パック追加するだけでも8グラム取れます。そして油揚げ1枚あたり30グラムですね、が7グラムなので、パッと見てですね、もちろんお肉やお魚はやはりタンパク質豊富なので、この100グラムがですね、だいたいこの手のひらサイズと言われてますから、だいたいご自分の手のひらに収まるぐらいのその大きさのお肉や魚を食べるだけで、もう1食分あたり必要なタンパク質取れちゃうんですよね。ただここはちょっと偏ってもいけませんから、少しね 100g よりも少なめにして、プラス豆乳をちょっと飲んでみるとか、きなこドリンクを飲んでみるとかね、ちょっとヨーグルトにきな粉をかけてみるとか、そんな形で上手に動物性のタンパク質と植物性をこう組み合わせていくって、すごくここポイントなんですよね。例えば私であれば、卵1個分 7g に豆乳を飲んで納豆も食べたら、ここでだいたい 3、4、21、 もう 20g 以上はほぼほぼ取れちゃうっていうね、こういった組み合わせを毎日の、特に朝ごはんです、メニューで取れてるかなっていうのをですね、ご自分でこうパパパッと組み合わせていただきたいなと思って、このタンパク質のお話をご準備しました。もう簡単ですね、あれこれ考えなくていいんですよ、測る必要もありません。この表を思い出していただいて、だいたい住川先生こんな風に言ってたなっていうことをですね、覚えていただいて、特に肉魚はね、もうその 100g 取ればもう1食分のタンパク質しっかり取れちゃうんだなっていうこともね、ポイントに置いていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、まずタンパク質を朝ごはんにしっかり摂ることがイコール痩せる、プラス筋肉量をアップさせて代謝を上げて健康的に体重を落とすことができるんですよ、でしたね。ただしそのタンパク質といっても、1食あたり 20g 前後を目安に、動物性、肉魚とかね、牛乳、卵でしたね、プラス植物性、主に大豆製品です。こういったのを1対1でちゃんと取れてるかな、トータル 20g になったかなってことをね、ポイントに毎朝召し上がってみてください。そうすることで、ちょっと太るもとの糖質、炭水化物ですね、ご飯とかそういったものをね、ちょっと抑えたとしても、タンパク質でしっかりそのもののエネルギーを補充することができますから、ダイエット向きです。しかも筋肉のもと、タンパク質がしっかり摂ることで、一日のスタート、もう本当に、気持ちよくね、迎えることができますから、ぜひこのタンパク質のダイエット法ご利用してみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますと、とっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。